いらっしゃいませ。養殖の猫屋へ。ここは7日に一度異世界につながる料理屋で、お客さんのような人からはこう呼ばれています。異世界食堂と。やっぱりこれよこれ。誰かと一緒に食事をしますとより美味しく感じますね。今日も糧をありがとうございます。いただきます。スープカレーは飲み物。異世界食堂2、10月から放送開始です。またのご来店お待ちしております。